おはようございます。稲賀のさんです。今回は WBC 日本世界一大谷翔平 MVP 記念、プレゼントキャンペーンについてお話したいと思います。よろしくお願いします。今朝アメリカとの大会で日本がなんとか世界一になったということで、日本人としては本当に嬉しいニュースじゃないかなというふうに思ってます。私はオリックスファンなので、MVP は、最初は村上選手が全然打てない間もずっと、コンスタントに打ち続けて、でさらに、準決勝のメキシコ戦でも、途中まで、負けてる試合を、ホームランで一気に同点にした吉田正尚ですねが MVP じゃないかと思ったんですけど、やはりインパクト的なこともあったりですとか、あとはバッターだけじゃなくてピッチャーの方も、活躍したということで、今回MVP に大谷翔平選手が選ばれたということで、ちょっとそれに伴ってちょっとキャンペーンを、プレゼントっていうのをやりたいと思ってます。当初はですね、今回ちょっと稲賀のさん、公式 LINE っていうのを作りましたので、それ用の、プレゼント動画っていうのをちょっと作ってたんですけど、今回ちょっと、日本が WBC で世界一になった、14年ぶりでしたっけ？で、3回目ってことで、ちょっと、気前よくっていうところで、私は昨年12月に販売しました。わずか4ヶ月で A チャンネル登録900人突破、YouTube スライド動画で稼ぐ方法っていう商材が1万円で販売してるんですけど、その中のコンテンツの中の一つ、スライド動画の作り方、最初から最後までっていう実際の、私の作業風景を15分でまとめたのがそのコンテンツの中に1個入ってるんですけど、これを今回、プレゼントしたいと思ってます。本当にまたま今回ちょっと公式 LINE 作ったってことと、で WBC で日本が、世界一になったってことと、で大谷翔平選手が MVP になったということをちょっと掛け合わせて、私の、商談の中から、実際の、売ってる商品の中のコンテンツの一つを、プレゼントしようという形で決めました。で、その受け取る条件に関しましては、概要欄のところに前永野さんの公式 LINE っていうのをちょっと貼っておきますんで、その公式 LINE から、登録してください。で、できたら、登録終わりましたら、一言、大谷翔平でもっていう形でも記入していただければ、実際私が、昨年12月に、1枚で販売した、商材の中の、実際スライド動画、私がどんな感じで、普段作業しているのかっていう作業風景、最初から最後まで、そのやり方を見るだけで、最低限の、スライド動画の作り方っていうのは、それでちょっとマスターはできるような状況になりますので、通常であれば、1万円で、販売している商品なんですけど、その中の一番、重要なキーパーソンというか、肝になる、コンテンツのところの、それをちょっとプレゼントしたいと思っております。で、できれば、今日、この動画をアップしてからになるんですけど、それから土曜日ぐらいまでに、登録していただいた、方にちょっと対象でそれをちょっとやろうというふうに思ってますんで、もし、この動画見られましたら、そこで、公式 LINE の方に登録していただけれて、大谷翔平という形で、キーワードで一言、返信いただければ、実は私は
今回収益化になった、YouTube のスライド動画で稼ぐ方法の実際の手法ですね。実際の作業風景っていうのを、一つ、それプレゼントしたいというふうに、思っておりますので、まあ、今回ちょっと気前よく、まあ、日本が、まあ、世界一になったというところで、まあ、稲野さんの気分が変わらない間に、ぜひ、ご登録を、よろしくお願いします。